だけど、みのりさんは、現在では国民の多くの方が、うん、というように思われるかもわかりませんが、朝鮮大学校を強引に認可してるんですよね。だから都議会も反対してきたし、政府もこう問題だとこう言っていたにもかかわらず、この強引にやっちゃったんですよね。それから朝鮮総連の施設にかかる固定資産税も大幅に大使館並みに減税している、免税しているというようなこともやっているんです。だからまあ今日的な感覚から言うとどうかいなというように思うんですね。でその感覚の裏付けがね、面白いのがありましてね、これ美濃部さんが言ったセリフですよ。ちょっと読ませていただきますとね、私はお世辞で言うのではなく、キム・イルソン主席の指導される社会主義建設に頭が下がるばかりで感心しています。社会主義と資本主義の競争では資本主義の負けは明らかであります。これが物価の見延と言われた経済学者の見延さんのセリフですよ。キム・イルソンを尊敬しちゃってるわけです。